今回の問題です。ハテナに当てはまる言葉を答えてください。 IP アドレスの設定をするときは何々モードに移行する。ルーターのインターフェースはデフォルトでシャットダウンされているので、利用時は何々コマンドを使ってポートを開放する。インターフェースに説明文を入力するときは何々コマンドを利用する。さあ皆さん、答えは何でしょうか？答えは動画の中で発表します。今回も一緒に勉強を頑張っていきましょう。それでは始めていきます。お世話になっておりますマサルです。今回はルーターのインターフェースに簡単な設定をしてみたいと思います。設定項目は IP アドレスの設定とポートの開放、最後に説明文の設定もしてみたいと思います。パケットトレーサーを使ってやっていくので、もしパケットトレーサーを使える環境であれば、ぜひ皆さんも一緒に手を動かしながらやってみてください。なお、今回使用するパケットトレーサーのファイルは概要欄からダウンロードすることができるので、ぜひダウンロードしてみてください。今回はブランチ A に属する PC からウェブブラウザを使ってブランチ B にあるウェブサーバーにアクセスするためのルーターの設定をしてみたいと思います。ブランチというのは支部という意味を持っています。ブランチオフィスだと支店という意味になりますよね。よく CCNA の試験ではブランチという表現が出てきます。 CCNA の試験においてはブランチイコール個別のネットワークと捉えていただいても良いと思います。イメージとしては東京本社のネットワーク、埼玉支店のネットワーク、このようなイメージですね。これから利用するパケットトレーサーでは、最初の段階ではブランチ A とブランチ B は通信することができません。通信するためにルーターに設定をしてあげて、 PC とウェブサーバー間で通信できるように設定してあげましょう。ちなみにルーター以外の PC やサーバーに関しては設定が完了しているので、ルーターだけ設定してもらえれば大丈夫です。自力でやってみたい方はここで動画を止めてパケットトレーサーに設定を入れてみてください。一緒にやってみたい方は引き続き動画を進めながら一緒にやっていきましょう。それではパケットトレーサーの画面に移動します。それではやっていきましょう。 PC からウェブブラウザを使ってここのウェブサーバーにアクセスして、トップページを見ることが今回の課題です。答えまでの手順が下の方に書いているので、もしわからない方はここの課題の答えを見ながら一緒にやってみてください。まずは PC からウェブサーバーに向かってウェブブラウザを使ってアクセスしてみたいと思います。まずはアクセスできないことを確認してみたいと思います。 PC を選択して、デスクトップからウェブブラウザを選択して、ウェブサーバーの IP アドレス 192.168.2.1 を指定します。 IP アドレスを入力できたら GO のボタンを押してみましょう。はい、しばらく待ってみるとリクエストタイムアウトという表示が出てきました。最初の段階ではアクセスできないようです。ではどうしてアクセスできないのか、ルーターの設定を見てみたいと思います。ルーターを選択して CLI からイネーブルで特権モードに移って、まずは小ランコンフィグを打つといいかもしれませんね。小ランニングコンフィグで対象のインターフェースの状態を見てみましょう。インターフェースファーストイーサネット0すら0 FA0 すら0の設定は IP アドレスが設定されていない状態ですね。インターフェースファーストイーサネット0すら1も同じように IP アドレスが設定されていない状態です。なので IP アドレスを設定してあげる必要がありそうです。IP アドレスはこのように指定がされています。ブランチ A に属するインターフェースの IP アドレスは 192.168.1.254、 ブランチ B に属するインターフェースの IP アドレスは 192.168.2.254 です。設定する方法は丸2番に書いてますので一緒にやってみましょう。 CLI のタブから設定値を入れていきます。今は特権モードにすでに移行しているので、コンフティコンフィギュアモードに移行するところから始めていきます。コンフィギュアモードに移行しました。この後にインターフェースに対して設定変更を行うので、インターフェースコンフィギュレーションモードに移行します。移行するときはグローバルコンフィグモードの状態で設定変更を行いたいインターフェースを指定します。今回はファーストイーサネット0すら0を設定変更するので、インターネットファーストイーサネット0すら0と指定してあげます。入力できたらエンターを押します。ここの表示が config-if となっていることをしっかり確認してください。
もし表示が変わらない人は打ち間違いをしている可能性があるので、しっかりタイピングできているかを確認してください。では次、 IP アドレスの設定をします。 FA000 の IP アドレスは 192.168.1.254、 サブネットマスクとして 255.255.255.0 を指定してあげています。ではエンターをします。そしてこの後のコマンドもとても重要です。のシャットダウンコマンドですね。最初のショーランニングコンフィグの画面を見てもらうとわかるんですが、ルーターのインターフェースはデフォルトでシャットダウン状態になっています。つまり使えない状態になっているんですね。なので使えない状態からのシャットダウンコマンドというコマンドを使って有効化してあげて使える状態にする必要があります。のシャットダウンコマンドを使ってしっかり有効化しておきましょう。のシャットダウンで有効化します。では同じようにブランチ B に属する FA0/1 の設定も行っていきます。ここは同じような設定なので説明は割愛します。 IP アドレスの第3オクテット 192.168.2.254 になるので、 IP アドレスの設定だけは注意してください。 192.168.2.254 設定したらエンターを押して、最後にノーシャットダウンでポートを有効化しておきましょう。 FA0/0 と FA0/1 の設定が終わったら、しばらくここのランプがオレンジ色になると思いますが、時間が経つと緑色になると思うので、緑色になるまで少し時間を待ってください。緑色になりました。では最初にやったように PC から Web サーバーに向かって Web ブラウザを使ってアクセスして、トップページが見れるようになっていることを確認します。192.168.2.1 ですね。では Go ボタンを押します。はい。するとこのように Web サーバーにアクセスして、トップページの情報が見れるようになりました。このようにルーターにしっかり IP アドレスを設定してあげることと、ルーターのインターフェースはデフォルトでシャットダウンされているので、ノーシャットダウンコマンドを使って有効化してあげることを忘れないようにしましょう。最後に追加でインターフェースに説明文を設定するコマンドを一緒にやってみたいと思います。パケットトレーサーを使った場合だと全体を俯瞰して見ることができるので、ルーターのインターフェースがどこにつながっているのかを見ることができますが、実際の運用になるとこのように俯瞰してみることはなかなか難しいです。なのでしっかりインターフェースに対して説明文をつけてあげます。例えばインターフェースのファーストイーサーネット0/0、ここのインターフェースはブランチ A につながるインターフェースなんです。そのような説明をしたいときはディスクリプション、説明文としてコネクティッドトゥブランチ A、 このような説明をつけてあげることがあります。説明文をつけるときにはディスクリプションコマンドというコマンドを使って、その後ろに説明文を記載します。では実際にやってみましょう。設定するときは設定対象のインターフェースを指定してあげて、ディスクリプションというコマンドを使ってその後ろに説明文を記載します。今回設定する FA000 はブランチ A につながっているので、コネクテッドというブランチ A です。ではエンターを押します。同じように FA0/1 も設定してみましょう。インターフェースファーストイーサーネット0/1を指定してあげます。 FA0/1 はブランチ B につながっているので、コネクテッドトゥブランチ B と表記してください。入力できたらエンターを押して反映させます。ではディスクリプションの設定ができたら、しっかり反映できているのかショーランニングコンフィグで確認してみましょう。はい、ショーランニングコンフィグの結果がこちらです。インターフェースファーストイーサーネット0/0、ディスクリプションがコネクテッドトゥブランチ A、 0/0はブランチ A につながっています。 IP アドレスは 192.168.1.254、 サブネットマスクは 255.255.255.0 ですね。 FA0/1 の方はブランチ B につながっているので、ディスクリプションがコネクテッドトゥブランチ B です。 IP アドレスは 192.168.2.254、 サブネットマスクは 255.255.255.0 となっています。それでは今回はルーターに IP アドレスの設定と、あとはノーシャットダウンの設定ですね。最後にディスクリプションコマンドまで一緒にやってみてもらいました。補足事項ですが、ルーターはデフォルトでインターフェースがシャットダウン状態になっていますが、スイッチはデフォルトでノーシャットダウン状態です。つまり挿せば使える状態になっています。ルーターのインターフェースとスイッチのインターフェースのデフォルトの状態は違うので、そこはしっかり意識しておきましょう。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。はい、それでは今回はルーターのインターフェースに対して IP アドレスの設定とポートの開放、ポートの有効化ですね。
あとは最後にディスクリプションの設定を一緒に行いました。動画冒頭に出した問題の答え合わせをしておきましょう。 IP アドレスの設定をするときにはインターフェースコンフィギュレーションモードに移行します。ルーターのインターフェースはデフォルトでシャットダウンされているので、利用時はのシャットダウンコマンドを使ってポートを開放、ポートを有効化してあげる必要があります。ルーターの場合はデフォルトでシャットダウンされてますが、スイッチのインターフェースはデフォルトでシャットダウンされていない状態です。ルーターとスイッチで違いがありますので、そこもしっかり理解しておきましょう。最後はインターフェースに説明文を入力するところまで一緒にやりました。インターフェースに説明文を入力するときはディスクリプションコマンドを利用します。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。